どうも世界100億人の数少ないからコマの皆さん、おはようございます。ハロー、ニッシーです。11月12日の朝です。はい、今日はホテルをですね、移動します。はい、うん、今ね、編集もやらなきゃいけない結構多いし、うん、パチンコも打ちたいしね、観光も全然行けてないしということで、確かに時間がちょっと全然足りないぜ。だなぁ、欲しい。はい、変なとマッサージ抜いたら意外ともういけんじゃない。それは抜けれないなまあね、まあ、まあ、体調整えるの必要だから。この間のマッサージしてもあんまりね、力がないな、うん、はい、なんか意気込みとかありますか、今日の意気込み、はい、そうですね、今日はじゃあ天地雷鳴詞をマスターする。ドラクエかい何の話かと思ったら分かる人に分かってもらいたいずっとドラクエやってますからね、ずっとスレーム戦ってるから毎日スレームだから、もっと強いのと戦っていかないと、と思うじゃん、はい、熟練度はスライム倒しても上がっていくんです。あ、そうですか、うん、はい、じゃあ行っていきます。行ってきます。どうも今日結果報告です。はい、はい、ご覧の通りホテルが変わりました。変わりましたよ。はい、ちょっとこじんまりしたね。まあそうですね、うん、前のホテルが一泊あたりいくらでしたっけ、4,200〜4,300円とかじゃないかな。4,200〜4,300円で、ここが3,600円ですね、一人当たり。ええ、はい、破格です。破格ですね、うん、まあ、満喫とそんな大差はないですけど、多分ね、満喫で3000ぐらいですか、一泊のお金であんまりよくないですけど、満喫はまあ2000円ぐらいじゃないかな。2000円でこうシャワー室がなんか10分100円とか、うん、ああいうアメニティ系がちょっとずつお金かってくるから、はいはいはい、まあ2,500〜2,600円って感じじゃない、満喫だと。そうですね、うん、まあ1ヶ月ね、100万ぐらい行ったら、うん、シェラトンホテルとかちょっと泊まりたいなと、リッツカルトンとか泊まりたいなと思ってるんですがまだ僕たちには早いよ。早いですか。僕のセルフイメージ的にはもう今すぐ行きたいぐらいなんですけど。あ、本当に、この宇都宮の状況じゃ行けないよ。そう、今んとこまあね、今日はね、思ったより編集がちょっとね、うん、時間かかっちゃいまして、かかっちゃったね、うん、途中西村さんがなんか急に大声出して、大変大変、どうしようどうしようって言って、僕それイヤホンで、何があったんですかって言ったら、集中しすぎたっていや、そんなこと、いや、ね、時間返せよって思いました。いや、俺にとっては大きなことだったんだよ、あれ集中しすぎちゃうと本当にもう没頭してどこまでも行っちゃうから、ね、やりすぎちゃうわけだよ、細かい編集のところ、うんうん、そうしないようにそうしないように気をつけてきたのに、うん、今日はなぜかテンション上がって没頭しちゃって、はいはいはい、あ、やっちまったと思ったっていう、そんな話です、うん、まあね、はい、しょうがないです、はい、しょうがない。ということで、まあ今日はね、まあ3時間ぐらいしか打てなかったんで、うん、まあ大した話もないですけど、本当そんな、まあ、一回あ僕が当たったぐらいか、はい、僕見せ場はなし、はい、うん、で、まあ帰りにね、たまたま道間違えて、うん、行った時にお店があって、うん、僕ネット調べた段階で多分使えねえなと思って、あの台数がかなり少ないので、うん、入ったら意外と釘開いてる台が多くて、うん、なんならめちゃくちゃ開いてるレベルでしょあれ、うん、俺が見てもね、開いてるって分かるぐらいですからね、うん、うん、いや、ほんと落ちたいっすもんな、あれね、うん、なん、まあ、まあ、まあ、ほんとにあの風車上めちゃくちゃマイナスにしてたんでね、うん、でへそがめっちゃ開いてるんでどうなんですかね、まあ、回ると思うんですけど僕は、うん、まあ、あからさまにね、曲げてたもんね、風車の、うん、そんな曲げるみたいな感じだったけど、うん、俺からすると、まあ、でもへそでだいぶカバーできると思うんですけど、まあ、ちょっと、うん、どうなんでしょうかね、うん、ね、はい、ちょっと打ってみないと分かんないね、うん、はい、まあ、いい発見ができましたですね、はい、うん、あとなんかありますか、話今日、はい、まあそうですね、今日の僕の目標、天地雷鳴詞をマスターするっていう話だったんですけど、とってもいいよ、それはできず、いや、できなくていいですよできたら何やってんだよって感じですよねまだ、うん、スーパースターはマックスになったけどね、うん、
どうでもいいわあともう一個僕がやり残したことは、はい、ジャンプの読者アンケート出してない。64円切って買おうと思ってポケット入れてずっと忘れてた。くしゃくしゃになって出てきた。さっきそれだ、送ったら何かもらえる可能性があるんですか。あるよ。何もらえるんですか。スイッチとか。スイッチ、うん、ゲームですか。ニンテンドースイッチ、うん、とかなんかいろんな景品くれるんだよね。数は少ないけど。もらったことあるんですか。ない。今何回ぐらい送ったんですか。どのぐらいだろう。100いかないぐらいじゃない。もうそうなんですね100いかないと思うけど、うん、ぐらいは送ってるはず、うん、まああまり興味ないからいいや。普通なんだよそれいい？このね、あの、うん、バックマン好きでしょ君。バックマンは好きでしょ、うん、うん、漫画本当に、うん、読者アンケート大リスト知ってるでしょ。わかる、うん、ね、あれリアルな話らしいからね、うん、うん、だ俺はそれを見た時からちゃんと読者アンケート出そうと思って、はいはいはい、うん、気が向いた時に送るようにしてるんですよ、うん、はい、でもね、あれね、バックマンにも書いてましたけど、うん、なんか例えばさ、いちご 100% とかさ、アイズとか、アイズね、うん、はい、なんかちょっとエッチ系な漫画は投票しづらくて、うん、伸びないんじゃねえかみたいな、はいはいはい、うん、子供がね、お母さんに出しといてって言った時にさ、いちご 100% 書きづらいじゃないですか確かにね、だから、うん、好評なのかどうかっていうのはありますけどね。まあそうね、うん、まあでもなんかジャンプ、もう俺ほんと何十年十何年も読んでるけどからさ、うん、分かるけど、うん、もうエロがなくなったことないからさ、うん、ジャンプから、うん、今で言うと何なんですか。今で言うと、あの、ゆらぎ荘のユナさんっていうのが一個あって、あともう一個があれですよ、あの、僕弁、僕たちは勉強できないっていうね、やつなんですけど、うん、なんだけど、この日本が今、エロ枠ですね。あ、僕弁の方もアニメになってますからね。へー、うん、ゆらぎ荘もなってもうもしかしたら、全然わかんないですね、うん、全然わかんないんだろうし、興味なさそうな返答がすごいね。多分今ジャンプファンの人たちをみんな敵に回してるよ。100億人中多分50億人ぐらい減ったと思うんですよ。いやいや31歳ですよ僕。いやいや32だよこんなこと言って大体みんな僕の方からですよ。そうかな、うん、やっぱジャンプか、ね、本当に教科書だと思ってみんな読んでくれたらいいんですけどね、ぐらい好きなんですけどね、うん、僕はね、うん、はい、はい、そんな話パチンコ全く関係ない話ばっかりしちゃって、はい、はい、じゃあ明日は昨日打った店がもう一回特定日なんで、うん、はい、もう一回行ってきます。もう一回行きましょう。ホットムソいい台を取りましょう。うん、うん、オクトムソもね、まあ、2台打っただけでダメだって判断するのも早い気がするのでね。まあ確かにね、うん、うん、はい、ちゃんと明日はもうお店のね、釘の作り方は分かったので、うん、まあ、へそを開けて、バラくぎっていうんですかね、風車上のそこのバラくぎ言い方わかんないですけど、で左に殺すっていうのは結構分かったので、そこをチェックして、うん、しっかり見ていきたいと思います。はい、はい、そうしましょう。はい、うん、感じです。ちょっと焼き芋見たいんでここら辺で失礼します。はい、じゃあまた明日、はい、バイバイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。